であと彼女とデートしたりとかもいろいろあるじゃないですか。ね、仕事だって毎日って言ったら疲れて休みの時間も欲しい、普通に休む時間だって欲しいだろうし、そんなね嫌いなやつに粘着する時間なんてもったいないと思うよ普通。てかそんな時間すら取れないんじゃない、仕事も毎日やっててね彼女を見てってなったらそんな時間毎日毎日ないでしょ。そんなの毎日できる時点でつまりはそういう人なのよ、うん、そうじゃなかったらそんな毎日粘着する時間ないから、もう確実にないよそんな。いつ粘着すんだよ、うん、週5で働いてさね、うん、週5で働いてでも仕事帰ってきて疲れてさ休みたいやん、普通にテレビとかでも見ながらリラックスしたいやん。そんな仕事から帰ってきてわざわざ嫌いなやつの配信見てイラ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 しながらアンチコメ書くのも疲れない、そんなの。ビールでも飲みながらさね、野球好きだ、野球好きな人は野球観戦でもしてさね、でまた明日の仕事もあるから早く寝てさね、週5で週休2日制でさ、あのね2日休みの日はさ、じゃあ1日はなんか普通に家でゴロゴロしてさ疲れたからでもう1日はじゃあ家族のために使おうとかね、彼女とどっかデート行こうとかいろいろあるじゃないですか。どこに嫌いなやつの配信に毎日粘着する時間を取り入れられるんだよ、そんなスケジュールが埋まってる人がさ、ありえないだろ。だから毎日毎日ね粘着して嫌がらせしてるやつは、自分は無職です、ニートです、生ポです、彼女いませんっていう自己紹介なんですよ、うん、そう、自分のプロフィールとかアカウントとかにね、で俺の粘着してるアンチとかは、ね、自分はこういう人ですとかってあんまりプロフィールとか書いてない人もいっぱいいると思うんだけど、もうそういう自己紹介なの、彼女いません、仕事やってません、ニートです、生ポですね、自分の人生うまくいってません、だからこいつに粘着するのが生きがいですみたいな、自分の人生のね、自分の人生を素晴らしく変えるための、努力や時間の使い方はできないけど、だからこそその余った時間を自分の人生のゴミみたいな人生のうさばらしに人の足を引っ張るのを引っ張って、なんかその自分のゴミみたいな人生をごまかしてます、それが生きがいになってるんですよ、他にやることないしやれないからっていう自己紹介や。あ、匿名の方、クマさんです、アンチコメ通報したらコメなくなった。あ、本当っすか、バンされたのかな。いや俺何人かねブロックしたんですけど、この枠ではしてない、この枠ではブロ確かしてないと思うんですけど、今日何人かブロックしましたよ、ちなみに 5,6 アカウントぐらいかな、この枠ではしてないですけどね、ブロックは確か。え、何通報して、もしかして規制食らったのアンチ確かにさっきの枠がこの枠だか分かんないけどアンチいたよね、してないですけどねブロック、さっきの枠とこの枠では、うん、もしかして通報されて明らかにこう誹謗中傷的な感じだから規制食らったのかな、バン食らったんですかね、コメントバン食らったんかもしれない、今ブロックしてないよ、うん、普通にバンされたんすかね、コメバン、わかんないけど、うん、まあでもふわっちの警告でもあったよね、なんかたまにふわっちって警告出すじゃん、確かだけどその配信者だけじゃなくそのリスナー側のコメントがそのひどい内容、誹謗中傷だのなんだのみたいなものだとしても、そのアカウントをなんかそういう通報とかもらうと、まあ通報もらうととは書いてないかもしれないけど、書いてなかったかもしれないけど、そういう書き込みしたらアカウント規制の対象になりますみたいなこと、確かね、なんかふわっちの警告みたいなんで来てた気がする、警告っていうかお知らせというか、うん、なんかそんなのどっかで見た気がする。でも実際さ、そういうコメントしてもさ、運営がそれを気づかないとダメじゃん、まあ、つまりその運営がそういうの気づくのって何で気づくかっていうと、まあ、通報じゃないですか、誰かからしらの通報で気づくもんなんで、多分誰かが通報したらバンになるんかもしんないよね、ちゃんと誹謗中傷的なコメントしてるわかんないけど、
あ、匿名の方、クマシャーだっす。アンチコメなくしてごめん。いや、別にそれは全然いいっすよ。それは全然いいっすよ。まあ、ちょっとしたね、俺にブロックされるよりも、まあ、ブロックって言ってしまえば俺の配信見れなくなるだけだし、あと何だったら別のアカウントで見れると思うし、うん、まあ、それよりも運営からね、一応あなたの行動はやりすぎなんですっていうか、もうルール違反ですっていう、そういうあの規制を食らった方が、あの自分たちがあの、まあ、心を多分改めるようなやつじゃないと思うけど、俺のリス、あのアンチなんてね。まあでもなんかそういう、なんていうの、自分たちは間違ってるんだっていうものをね、あのちょっと気づく、あのなんかポイントでもあるからさ。まあただその気づくポイントをターニングポイントにして、あの心を入れ替えようっていうようなやつなんて俺のアンチやってないと思うけど、そいつがそのターニングポイントを、あの戒心のね、あの自分の心の行動の戒心のポイントにしないやつらだとは分かってるけどさ、まあ、そういうなんか警告が来ただけで、まあ、ちょっとね、考えを改めはしないかもしれんけど、あ、自分のやってることはやっぱダメだったんだっていうふうに思ってもらうのは、まあ、別に悪いことでもないと思うので、うん、ああ、運営が通報をまめにチェックするとは思わない。いや、そんなことないんじゃないですか。あの、バン対応の人は絶対いますよ。だって実際バンス結構されるやん、ふわっちって、うん、だって普通になんかさ、バン的配信してたら結構すぐバンされること多くない？ふわっちって明らかなライン超えてる人って結構すぐ対応してきたりするじゃん。だ常にそのバン対応の人はいるはずなんで、常に多分、うん、ではっきり言ってふわっちの規模だとさ、そんなに通報数も多くないと思うのよ。配信者もそんな多くないと思うし、で別に超かそってるとこだったら配信者がさ、何かしら番的要素があってもわざわざ通報されない人だっていっぱいいるだろうし、実際通報が入る配信者ってそこまで多くないと思うのよ。だからそんな番対応の人なんか一人二人いれば多分それなりに対応できると思うのよ。そんなもう連続でさ、じゃあ結構人集めてる配信者いきなり30人ぐらいが一気に番要素みたいなのがあって、ドカってなんか一気に同じタイミングでさ通報みたいなことも多分現実的になかなかないと思うの で常に番対応の人は多分いると思うので、まあ、それなりに多分対応するんじゃないですかね。うん、あと1分ですけど終わり。まあ、そうだね。ちょっと、疲れてきた。話すことが、疲れてきたから終わろうかな、もう。まあ、結構今日頑張って話した気がするな、後半。後半っていうか、さっきの枠とかこの枠とか。まあ、よくも僕も結構頑張りました、ほんと。誰とも絡まずね。誰かと絡むわけでもなく。しょうもない雑談ですけど、あ、一人、たった一人でね、よくこんだけ喋ってると思いますよ。明日も配信しますか？まあ、多分すると思いますけど。ということで、お疲れ様でした。おやすみなさい。あ、特前の方、クマシャです。お疲れ様です。